その男にとってトップでゴールする以外2位も3位も何の意味も持たなかった。早く走ることに対し全く妥協しない。だからこそ自分で自分をクビにしたのだという。日本一速い男、星野和義。今一つの時代が終わりを告げようとしている。70年代から日産を代表するドライバーとして活躍してきた星野和義選手が2002年8月現役引退を表明。静かにステアリングを置いた。その足跡はそのまま日本のモータースポーツの歴史といっても過言ではない。ツーリングカーに始まりフォーミュラ、GC、グループ C、GT とあらゆるカテゴリーで常にトップであり続けた鉄人星野和義。偉大な記録とともにその熱い走りは伝説として人々の記憶に残るだろう。そして次の時代へ。2002年12月1日富士スピードウェイは朝からあいにく雨に見舞われたが、星野選手のラストランを見ようと日産ファンが続々と詰めかけていた。今回で6回目を迎えるニスモフェスティバル。天候には恵まれなかったが、なんと過去最高の4万9000人が集まった。熱心なファンが見守る中、いよいよオープニングイベントが始まる。今回は総勢43名もの日本を代表するドライバーが参加。日産車ゆかりのドライバーだけではなく、中島悟、松本啓司、関谷正則、そして片山芳美などかつて星野と戦ったライバルたちも顔を揃えた。60年代の往年のドライバーから現役 GT ドライバーまで、星野ラストランを見守るために集まった。それは日本のモータースポーツの歴史を見るような光景だ。ね、今年は、僕がニスモの方にね、移ったおかげで一緒に走ることができて、前半戦ね、いろいろいい思い出とか、勉強もできたし、実際レースも本当に競争したし、そういう中で、今回最後になるんですけど、いろいろ考えながら味わって走りたいと思います。最後のこういう、デモランを走れるというのは非常に幸せで、すごく、今日は嬉しく思ってます。どうしても星野さんの引退セレモニーっていうのはね、自分としても見たかったので、一つの区切りとして今日は思いっきり感動して帰りたいと思います。そして星野さん、今まで夢をありがとうございました。ニスモフェスティバルでは毎年貴重な保存車両をレストアしてきたが、今回は星野選手の引退を飾るにふさわしい3台が選ばれた。ああやってレストアして、自分のマシンが昨日10台ぐらい揃ったわけですよね。もうやっぱジーンときますね、個人的にね。僕なりにベストで走るんで、あまり見納めということは言いたくないんですけど、もうこういうチャンス二度とないと思うんで、できればゆっくり楽しんでいってください。
感じで、今見るとやっぱホイールのサイズも小さいし、でもみんな車見るためにその時の思い出出てくるね、うん、それで今日条件がまたぴったしなんだよなXR にニスモフェスティバル一番の人気イベント、カテゴリー混走模擬レース、人気ドライバーと歴代マシンの夢の共演が始まる。レースでは絶対見せなかったリラックスした表情で星野選手は香水。それはね、もうみんなそのプッシュロットのエンジンで9000回転9500回して、オプションパーツで、これでトヨタが DOHG で出てきてもだから勝てないわけよ、このプッシュロットのエンジン。そういう意味では日産で今までで一番いいエンジンじゃない、 A 型で。午前中のカテゴリー混走模擬レースは強まる雨のためパレードランに変更。グループ C カーや GT マシンは速度を落として周回を重ねる。しかしやはり星野選手は違った。ファンに少しでも熱い走りを見せたいと影山兄弟の110サニーを引き連れ全開走行。チェリーは4速マニュアル。ここからひたすらスリップストリームを使った全開走行が続く。ドライバートークショーにはかつてのライバルたちが駆けつけた。どんなお話が出るのか伺っていきたいと思います。決してすまなかった、早くなかったと。その当時は、はい、本当にもう自分の持ってるものをコツ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 築き上げてきて、はい、よくここまで自分でこう習得したなと、はい、いつかは勝てるんじゃないかと思ってずっとやってきたんですけど、はい、結局引退するまで勝てずに終わってね。たまたま中島選手はちょうど売り出し中ですごい選手になりかけるこの頃で、僕はもう本当に手もかけてもらえないような選手ですから、まあそういう中で中島選手とちょっとバトルができたんですね。でその時に和義さんがそのレースを見ててくれて、関ちゃん光ってたよって言ってくれたのをすごく覚えてて、星野さんの下で働けるようになって、まあプロフェッショナル魂をですね、十分にその植え付けていただいた。最後にですね、シーカーが亡くなる年にとにかく1200馬力っていう技術屋さんに行くと1200馬力あるって言うんですね、もうエンジンぽっかりでもいいから回してくれって、ブーストを上げて、はい、でこのストレートで380キロ出るんですよ。で本当にね、その予選を終えた時ね、星野君と二人でね、はい、あーもう死ななくていいと。シーカーのレースが終わった時、あとはグループ A ですからね、はい、まあ鉄のこう塊みたいなもんじゃないですか、シーカーと比べたら、はい、その時星野君とつくすくね、はい、ああもう死ななくていい、もうシーカー乗らなくていいですから、はい、予選やらなくていいですからね、つくつく思いましたね。星野選手のドライバー人生を語る上でF3000 は欠かせないカテゴリーだ。キャビンカラーは90年にチャンピオンを獲得した懐かしのマシン。ピットには日産自動車花輪会長も顔を見せ、
星野選手を激励。いやいやいや、楽しいですよ。楽しいですよ。日本のモータースポーツ文化を語り継いでいくこともニスモの大切な役割。そんな理由から F3000 マシンはレストアされ復活した。いや本当にどうもありがとうございました。またあのね引き出会いましょう。もう会場に来てくれるなんて本当光栄です。もう ストレートでは GT マシンに近い最高速を記録する迫力ある走りで、前回のイベントでは大いに盛り上がりを見せた GTR& シルビアチューナーズバトル。全国の有名チューナーがその速さを競う熾烈な戦いは、安全性や環境にも配慮した次世代ストリートチューニングの可能性を探る実践の場でもある。2002年のレギュレーションではニスモ製スポーツキャタライザーの取り付けが義務付けられ、騒音と排ガスのチェックも車検に盛り込まれた。前日の予選では好タイムが続出したが、決勝はあいにくの雨、強まる雨足に S タイヤでの走行は危険と判断、やむなくパレードランに変更。次回に期待したい。Z パレードの先頭に現れたのは GT 仕様の新型 Z。 2003年シーズンから全日本 GT 選手権 GT300 クラスにエントリーが予定されている。安全確保のため西東京、皆さんプッシュはなしで、プッシュはなしで、ここで勝ってニスモのワークソケット。若手ドライバーたちがウキウキしているその訳は、